写真拡大。広島阪神4日マツダスタジアム。阪神の先発岩田稔投手が立ち上がりから乱れ、2回7失点で早々に降板。プロ14年目で自己最短の2回 KO となった。初回石から菊池亮、脇下の連打でピンチを招くと4番鈴木の敵地打で先制点を献上。続く相澤にも敵地打を浴びると、なおも石1、2塁からメヒアに甘いスライダーを完璧に運ばれる左翼越えへのスリーランで立ち上がりに一挙5点を失った。立ち直りたい2回だったが、精彩を欠く。一死から二塁、ソラーテの失策で西川を出塁させると、菊池亮に左連打で繋がれ、西一、三塁から鈴木、バティスタの連続的自打で2点を失い、2回8安打7失点、自責点5で KO。3回の攻撃で代打は送られて、早々に降板した。岩田は前回登板した7月28日の巨人戦、東京ドームで3回9失点、自責点8。初回に一挙7点を失い、名誉挽回の先発マウンドだったが、2試合続けて初回に大量失点。カード勝ち越しを狙う敵地での3戦目だが、ベテラン左腕の乱調で試合は一方的な展開となってしまった。